しおりちゃん、電話鳴ってるよ。はい。もしもし、お母さん。うん。お父さんが？父が倒れたという連絡が来た。うんうん。大学を出てから実家に戻るのは7年ぶりだった。実家は産業廃棄物処理業を営んでいる。昔からゴミ屋だとか揶揄されることもあったけど、それよりも父のワンマンな経営が嫌いだった。事態にこんなことしとる場合かい。あ、いやだからね、もう社長がつないでおっしゃってるようにですね、いやだからどらんしたい。だからもうバラバラにならずみんなで、ですが、やっぱり相変わらず磯島さんはお人よしだけど、お父さんのお給料ばっかり。井口さんは文句しか言わないし、佐竹さんは自分のことだけ、相原さんは人ごとで知らんぷ、松田さんは分かってるふりして逃げてるだけ。あなたの言葉が欲しい。ちゃんと言うてくれ。何をすればいいんですか。もうみんなで、同じことは何回も言わんでいいから。社長がね。じゃあみんなはどうしたいんですか。あ、しおりちゃん、みんないい大人なんだから、会社のせいにする前に自分のことは自分で考えて。父もよく会社の人を怒鳴っていた。そんな父が嫌いだった。私も同じことをした。そんな私をまた嫌いになった。あのいいと思いました。自分で考える。ああ、ありがとう。僕も何か考えてみます。うん、お疲れ様でした。お疲れ様。私も何か考えないと。所詮ゴミ屋はゴミ屋、別に誰かにありがとうなんか言われたりしない。この仕事は生活にも産業にも一番近いところにいるはずなのに。私たち産廃業者はゴミ屋なんて言われることもあるけれど、私たちがいるから町がきれいになって他の産業が回っていくというプライドがあっていいと思う。だからこれから私たちは産業廃棄物処理業から産業環境循環業として町一番のきれいな会社を目指します。ゴミ屋じゃなくてきれい屋と言われるようになりましょう。無理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 。言葉だけやそれや。よかった、伝わったみたい。はい、これ。はいはい。じゃあ皆さん、今日からこれつけて仕事してみてください。はい、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 寺岡のおじちゃんも。
ございます。本当？ありがとう。じゃあ、これで。ありがとうございます。地味なことからだったけど、町や行いをきれいにすることで自分自身もきれいになっていく。自然と笑顔が増えてきて、少しずつだけど町の人たちにも伝わってきたんじゃないかな。いいえ、きれいになったらね。お、社長もっとね。社長の人ってけずるじゃないですか、これ。おお、僕らもなんかね、二代目社長どこまで映るのじゃないですか、これ。そんなにかっこよく映らないですよ。いや、僕ら毎日やってますから。頑張ってよ、これも。頑張ります。これからも頑張ってよ、ほんまに。頑張りますよ。男になりましたね。頑張ったつもりはね。成長してますから、ほんま。こんにちは。こんにちは。この子たちにもうちで処理した水がこの吉野川に帰ってること知ってほしい。あ、おじちゃん。まあ、きれいやちゅうのも悪うないみたいやな。何やってんだ。何やってます。まだまだ一人でせんでもええやん。一人でせんでもええやん。社長とそっくりやね。社長ましょうか。どうも。ほんま社長とそっくりやな。頑固だな、ほんまに。どうか手伝いましょうか。しおり、ありがとな。たった一つの目標で社員が変わり、社員が会社を変え、会社が社会を動かすまでになってしまう。こんなことが本当に起こるんだ。父さん、もうそろそろお前に譲らなあかんもんがあるのかもな。まだまだでしょ。みんな、社長帰ってきたよ。社員が変わり、社会を変えゆく道しるべ。明日のチーム。